回目だって200回目だってありがとう。私昨日さ私の画面ではちょうどねランキング読み終わってから配信切れたんだけど、そうじゃなかったみたいで、ごめんね。ありがとう。配信休もうかと思ったんだけど、できた。今から帰って、でも明日早いから緊張するから、てか雨降ってるよね絶対。普通にだるい、帰るのだるい。雨降ってるのにさ帰んないといけないのかな。やだね。剥がれてきちゃった。ありがとう。二人だけ切れてたわ。ごめんね。でも今日ありがとうっていうのはちょっと違うかなって思うんで、ちょっとなくなるんだけど、ありがとうね。ごめんね。ごめんね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。なんかありがとう。明日雨降んない？私雨降ったら普通に行かないからね。ほんと冗談です。今の冗談だけど、雨降ったら休むぐらい嫌だ。でも私すごい楽しみにしてるの、学祭楽しみにしてるけど、なんか楽しみにしてるから雨降ったらだるいって話。だから前髪切りすぎたかも。うん、ありがとう。寒いからマスクして、寒いからじゃない、あのメイクしてない。寒いからマスクするんだけどさ、北海道だとマスクして、あのマフラーして耳当てして、でもさなんか寒いとさなんかさマスクが水滴みたいになるからさ嫌なんだよね。ありがとう。分かった。今降ってるよね。でも普通にだるすぎるんだけど、どうしよう。なんかさ帰るのめんどくさくない？なんかうるさいんだけど、ママがうるさいんだけど。何？いいじゃん、そういう日もあるじゃん。てかインスタログインできた。インスタログインした、さっき。なんかの載せる？なんか載せようかな。どうしようかな。なんか載せる？なんかどうしよう。でもなんか一発目が大事じゃん、やっぱ。大事じゃん。だよね。一発目が大事だよね。触覚もねちょっと伸びてきて、でも最近なんか私さなんか触覚さ伸びてきたけどさ、なんか触覚のせいにしてたけどさ、普通になんかただたださ顔がでかいだけみたい。わかんないけど、なんかあんま最近なんかさ、なんか最近メイクしてもねなんか自分のこと可愛いって思えなくて、なんかしてない。
てないよ。わかんないけど。わかんないけど。明日は、明日は、明日はちょっといいビジュで行きたいから、今日はなんかちゃんとちゃんとね、あの野菜食べてる。野菜食べてる。本当はね、あのキャベツ食べたいけど食べないけど。あ、なんか入った。うん、なんか入った。え、もう今日、明日終わったら私ラーメン食べるからね。乗せたいの、え、乗せたいのがあるわけじゃないんだけど、なんかさ、やっぱ一発目が大事じゃん。なんかお姉ちゃんがよく言ってる、やっぱり第一印象が一番大事だからって言ってた。なんか前に会った時に、なんかこの後なんか部活の、なんか初めて部活行くんだよねみたいなこと言ってて、ずっと顔気にしてた。どうしようみたいな。やっぱ第一印象が大事だからさってずっとブツブツ言ってた。やっぱ大事なんだって、最初は。だから私もやっぱインスタグラムに対する気持ちを最初に出さないとって思って、私ちょっとなんか迷っちゃってまだ投稿してないんだよね、ストーリー。でもさ、ストーリーが初めましてもなんかちょっとキモいじゃん普通に。だからうん、今日いい店。あ、でもまあまあ当たり前、やっぱ目だけだから当たり前かも。キャベツ、え、キャベツはさ味付けないとまずいじゃん。だから食べない、食べれない。駒沢公園、え、そう、そのねラーメンフェスさ行きたいんだけどさ、普通にさうちら次があるから行けないんだよね。それめっちゃ行きたいなって思って、なんか私ね勘違いしてたの。なんか順番をね、なんか逆っていうか、なんか結構時間勘違いしてて、行けるじゃんって思ってたんだけど行けないんだよね。それ行きたかったのめっちゃね。なんかそのなんかさ、どこの店のラーメンみたいなやつをなんか調べて、え、これ食べたいと思ってたんだけど、あの普通になんか終わったらすぐ移動なんだよね。それ行きたかった、めっちゃ行きたかった、めちゃくちゃ行きたかった。残念です。高くないよ。ありがとう。そうだね、インスタ頑張って、インスタ頑張らないと、インスタ頑張らないと。なんかでももう100人ぐらいフォローしてくれた、ありがとね。普通に普通にありがとね。そう、明日は何時に配信しよっかな、間に合うかな、間に合う、帰り間に合うかな。でもやっぱゆっくり帰りたいから朝配信しよっかな。ねえ、ゆっくり、代わりに行く、やばい、ずるい、代わりにずるいんだけど、ずるいんだけど。何食べようとしたんだっけ。でもね、なんか、あ、痛い、普通に、どうしよう、目痛い、めっちゃ目痛いんだけど。フェス、ラーメンフェス、でもなんかああいうの難しいから。ママとパパも今日ラーメン食べてたな、いいな、私もラーメン食べたいな、死ぬんだけど普通にラーメン食べたい系だからさ。え、マジで明日前髪さなんか変な感じかもしれない、泣きそう、本番なのに、本番なのに涙が出そう。ありがとう、ありがとう、アロマさん、ありがとう。
でも緊張する。でもね、なんかリハーサー現地の方にも行ったんだけどなんか結構ホールって感じで、なんか暗くて、お客さんやばい、お客さんの席がなんか暗くて、なんかこっちがなんかこう照らされてる感じで、なんかすごい気まずかった、気まずい感じだった。みんな来てくれるの、みんな来てくれるの明日大丈夫そうですか、なんか大丈夫そう、なんかどこ見ようかなみたいな、どこ見ようかな状態じゃない、大丈夫かな、人いなかったらどうしよう、なんか悲しくなるけど、普通に人来てくれるんだよね、ちゃんと来てくれるんだよね、ちょっと不安なんですけど、不安なんですけど、そう、お話できないけど、みんなでもさそんなさ、うちらだけじゃないからね、言っとくけど、すごいから、普通に3組そのまま見れるんだよ、みんな嬉しいでしょ、嬉しいよね、普通に私も見たいんだけど、本当は見れないんだけどさ、嬉しいよね、普通に、ちょっと来る価値ありすぎてるかも明日ね、みんな。嬉しい。そう、300万ぐらい。でもなんか席の感じ想像つかなかった。2階もあるじゃん、だって。だってなんかお姉ちゃんが言ってたけど、なんかさ、最初にさ、入場さ、全部しちゃうからさ、だからさ、なんか、うちら多分一番最初だと思うんだけどさ、わかんない、明日の順番とか決まってる？多分そう、うちら一番最初なんだけどさ、なんかその、うちらをさ、やってる時にさ、なんか、うちらがやってる時に誰も来ないで、うちらが終わってから人が入ってくるみたいな感じだったらさ、やばいよねみたいな話してたけど、なんか最初に入って、なんか最後のこっちのケントさん終わるまでなんか出れないみたいで、お姉ちゃんが言ってたんだけど、お姉ちゃんに、あ、おね、早口すぎてキモい自分、あのお姉ちゃんに会いたかったんだけど、本当は会いたかったんだけど、なんか終わった後に会いたかったんだけど、なんかその全部終わるまで出れないみたいな感じで言ってたから、あ、そうなんだって言って、そう、だから人がマックスいる状態でできると思うの。そう、なんかそういっぱい人いる感じでできる気がして、ハロウィンの動画って何？ TikTok、 TikTok じゃないか、 Twitter のやつ、やっぱり緊張する、普通に緊張する、緊張しちゃう。あ、でもね、あ、そうだ、白黒パンダのなんか音源がなんか100件言ってました、ありがとうございます、みんななんか踊ってくれたとか、てかなんか自分のなんか動画からなんか自分の載せたやつからなんか飛んで踊ってくれたらなんか通知が来るんですよ、通知が来るんだけど、そしたらなんか私の動画から飛びましたって言って、なんか可愛い女の子がなんか踊ってるのがなんか3個ぐらいあって、なんでなんか誰かの知り合いなのかな、え、わかんない、なんか踊ってくれてる人いたんだよね、嬉しい。テンプレートの方は通知来ないんだけど、なぜかあっちは通知来ないけど、なんか私の動画から踊ってくれた人にはなんか通知来てて、えって思って、誰だろうみたいな、嬉しいな、知らない人が踊ってくれてるのかもしれない。ルチャの知り合いさんはいたね、じゃなくてその普通に JK みたいな方がなんか踊ってくれて、あれ何それって思って、でもなんかその可愛い女の子からなんか動画をセーブしましたって来るわけ、
だから踊ろうとしてくれてるのかもしれないって思って、私もなんかいいなって思った動画はいいねして、これ踊ろうっていうのはなんかセーブのところに入れてるんですよ、わかんなくなるからやりすぎて。そう、これをなんか踊ろうみたいな、今度いつか踊ろうみたいなのはセーブして、あの普通にいいなって思ったやつはいいねするみたいな分け方してるから、なんか可愛い女の子からなんかセーブにしましたって来て、なんかちょっと勘違いしてる今、ちょっと踊ってくれるのかもしれないってちょっと勘違いしてるまであるけど、今日まだパンダ乗せてない、ややばい早く乗せないと、この後 TikTok 乗せるね、いい、いいねしてほしい、ごめんなさい。そう、この後身長ちっちゃいよ、154、普通だね、普通ですね、普通ですね、普通だけど、なんか平均身長ぐらいだけど、あのうちだと一番ちっちゃい、普通にゴリーにするねって何、どんな日本語。え、そうだから、でもね、毎日さちいかわベーカリーのさ、なんかさ残りのパンの数みたいなの流れてきてさ、普通になんかなえるみたいな話はどうでもよくて、なんかそう、なんか毎日毎日今の販売状況こちらですって流れてくるんだけどさ、普通になんか落ちたからさ、みんな悔しい、当たんないかな、てか当たんないかなみたいな話はよくて、帰る、そろそろ帰る、やばい、もう雨だから帰りたくない、雨だから帰りたくない、落ちるとやむよね。そう、なんかみんながさ、なんか定期公演ファミ落ちましたって言ってさ、泣いてるさツイート見てさ、こんなに痛いんだけど目が、こんなにそんな悲しいって思ったの最低すぎる。なんかさ、そう、なんか落ちて結構来てるみたいな見て、そんなみたいな、そんなって思ったけど、なんか気持ちがわかる。だってさ、自分はさ行けないのにさ、自分はさ行けるのにさ行けないのにさ、他の人はさなんか楽しかったみたいなさツイートしててさ、なんか気持ちが、みんなの気持ちがわかった、わかったよ、わかったんだよだからそう、わかりました、両方落ちた気持ちが分かったの。ちいかわベーカリーもラーメンも落ちた時に、しかもさ行ってないのにさ、なんか写真とか流れてくるっていう気持ちが分かった、ごめんねみんなって感じで、ちょっと急いで帰るわ、じゃあねあ、そっか、でも今月の定期はまだだけど、みんな落ち込まないでねみんな悩ないでね。じゃあ今から TikTok 載せるねありがとうございます。じゃあね。